イングリッシュパートナーズの清家ルです。外国人に言っちゃダメ、ジンジャー。人に向かって生姜なんて言ったりしないと思うんですけれども、実はこれ赤毛の外国人に えっと、言ってしまったりする人がいる差別的な言い方になります。えー、少し赤っぽい金髪の色の髪の毛の人のことをジェンジャー、赤毛と呼ぶそうなんですけれども、イギリスではジェンジャーは差別的な言い方になります。イギリス以外でも差別的な言い方になります。で、えっと、イギリスでは人種差別は犯罪になるそうで、誰かが人種とか、えー、国籍のために差別された場合、その相手を訴えることができるそうなんですよね。警察に報告することができます。でいろい 調べたんですけどここが赤い理由とかお花から来てたりとかジェンジュルっていう理由は出てこなかったんですが知ってる人いたらぜひ教えてください会いに行く英会話スクールイングリッシュパートナーズで検索オンラインレッスンも始めました